ジブラルタル戦争記念碑は、イギリスの海外領土であるジブラルタルのリンウォール、ロードにある第一次世界大戦の記念碑。イギリス戦争記念碑とも呼ばれ、スペインのホゼ・ピケイ・カッタリーが制作して1923年に除幕された。1921年に作られた遊歩道にあるこの記念碑の近くには、いくつかの記念学やクリミア戦争で露覚された2門の ロシア製の大砲が置かれている。ロシア製大砲の記念額イギリス戦争記念碑とも呼ばれるジブラルタル戦争記念碑はイベリア半島南端のイギリスの海外領土であるジブラルタルのリングオールロードの西にある。第一次世界大戦の終結を祝うこの記念碑はスペインバルセロナのホゼ・ピケイ・カッタリーがカラーラの大遺跡を彫刻して制作した。 そして1923年9月27日に行われた式典でジブラルタル総督チャールズ・モンロー卿が除幕した。碑文にはこう刻まれている。大戦の間、王と国のために命。ある記念学にはこう刻まれている。ジブラルタルと海峡商会の英雄たちへ。1914から1918この記念額はアルゼンチン在住のジブラルタル人教会によって、 捧げられた。別の記念額にはこう刻まれている。この遊歩道と階段は、ホラス・ロック・ウッド・スミス・ドリアン将軍閣下、GCB、GCMG、DSO が統治のもと、1921年に建設された。これらは閣下がジブラルタルの人々の幸福に配慮されたことの記念となるものである。スミス・ドリアンは1918年から1923年の間、 ジブラルタル総督を務めた。彼は1921年にジブラルタル住人のため、リンウォールロードに沿って遊歩道と階段を建設した。3番目の記念学にはこう刻まれている、1940年から1944年の間、敵に占領された欧州大陸からベルギー人たちをかくまい、自由のための共闘へと送り出してくれた恩情と理解に対し、 深い感謝の意を表し、ベルギーはこの記念額をジブラルタルの要塞に捧げる。1945年7月21日記念日の近くにクリミア戦争中に露獲したロシア製の大砲が2門置かれている。悲鳴にはこう刻まれている。これら4門のロシア製の大砲はクリミアで1854年の1856年に露獲され、1858年に イギリス政府からジブラルタルに譲られた。その四門の大砲は1858年にその戦争の備えとしてジブラルタルに譲られたものである。それらのうち二門はアラメダ庭園の入り口に置かれている。クリミア戦争で旅客されたロシア製の大砲。ありがとうございます。